大事なことはあのチェックのポイントと止める、止めない、止めない、止めない、手が絶対使えないようにして、これはちょっと力入っていたな。あのこのさ、脇をな、開けるのに力を入れるからな、今。伊藤選手は、その形を変えるときに全部力を入れて変えるんですよ。これ多分、皆さんもそうだと思うんですけど、別に形を変えることに力入れる必要はないです。で、あの、例えばあの、テイクバックのインサイドに入らないのもとりあえず地道なその練習なんで、あのこれはもう数繰り返すことが一番早い道ですよね。これなんかでももうクラブなくてもいいわけですよ。もうこうやって構えたらもうこれでいいわけ。もうこの手の位置、この手の位置、これクラブ持ってグッと持ってこうするから、こうするからじゃなくてこれ、これはこれだけでは全然クラブはコントロールできない。もうこうやって構えてもう力入れなくて左脇も開けて肘も曲げたらもう全然自分のワールドコントロールなんかできない。じゃあ何でするかって言ったら下半身、手はもう、もうクラブはもうどこに行くか、ただ下半身でこの角度、これだけはまあしっかりできるようにしておいて、もうあとはもう重っ、そういう状態でミスをしてもいい、別に。でどうしても上がブラブラしてるせいで下半身でコントロールできなくてボールが当たらないんだったら上げて、でこの時に打った後歩く、前出す右足を、そう、そうすると左サイドは困るから、今のなんかは足を前出すのに手に力入ってもらう。まだまあちょっと7は早いな、急に戻ろう。皆様、あの左脇の空き具合と肘の曲がり具合と、いいですか、ちょっと最後にいいですか、あなた
右足前出してる。歩いて行ってないんです。ほんまに歩いて行ってほしい、2、3歩。OK。千里先生が上手ですよね。そのダンスの振りとしてやるんじゃなくて、ちゃんと人間ボール打つときに右足をちょっと前出して歩いていこうと思ったら左サイド止まるんです。そうそう、そういう自然なで、そういう要素を上半身全然使えなくしたときにどう自分のスイングの中に取り入れるか。まだカッコある。そういうことですね。はい、ということで、出した課題でずれてたとこは、直しました、はい、でやっぱりあなたの最大の敵はがんじがらです。でアマチュアゴルファーの皆さんの最大の敵もまずはやっぱりがんじがらだと思うんです。でその部分をやっぱり、ちょっと修正したいなとまずは思うのと、そのためにがんじからをなくすためにはがんじからが入る要素、左脇もそうだし右脇もそうだし両肘もそうです。伸びたらもう絶対体にこうくっついてもう無理です。もうそれができないようにして、まあ、あとは下半身の力で打つ。下半身の力って言ってもどうしても自分で回ってしまうと上半身も使えない、クラブも後から出てくる、こんなもん全然当たれんじゃないかってなるんで、どこかでその下半身を、しっかり止めて使いたいわけです。でも下半身が止まったことによってヘッドが返ってしまったらいけないから、やっぱりこれを伸ばしたらダメなわけです。下半身が止まってクラブが遅れてて、それでターンでボールを打つということが、まあ、一番できてしまえば簡単な方法になるので、まあ、これを五木選手は練習してるんですけど、最後のこのゲイリープレイヤー歩き、これはね、人間が普通に歩くというそのフィーリングをまあスイングの中に生かすことによって、そうだ歩こうということで、今まで自分がやってたスイングでは、いやとてもこれは歩けんぞと。歩くっていうのは普通の人はさっとできますから、その感じでね、自分のスイングに取り入れられるようなものをちょっとこの山本道場ゴルフ TV を見てくれる人には、ちょっと習得してもらいたいなということを最後やってみました。わかりました。はい、わかりましたけど、力がまた入ると思うんで、入りますね、はい、頑張って、はい、楽しみましょう、一緒に、はい、応援しちゃってください、はい、それではありがとうございました。それでは山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram、LINE アカウントも始めましたのでチャンネル登録の方よろしくお願いします。お